写真拡大。ワールドトライアウト社は28日、30日に神宮球場で開催するワールドトライアウトに元西武の高木隼人投手、元中日の友永翔太選手は2014年にドラフト3位で巨人に入団すると発表した。15年に9勝をマーク。17年オフには FA 宣言で移籍した野上の人的保障で西武に移籍したが、今シーズン後に戦力外通告を受けていた。通算成績は77試合に登板し16勝23敗、防御率 3.90。 その他には中日から戦力外となった友永、元楽天の横山貴明投手、元 DeNA の白根直樹外野手が参加する。トライアウト当日は清原和博氏が監督を務め、片岡敦氏、入木優作氏がコーチを務める。フルカウント編集。